はいどうも鈴木です。今回もね妖怪落ちプニプニやっていこうかなと思うんですけども、今回はねなんかねシーイベント来てんのよね。この前エンマ大王のイベントがさやってたんやけどさ、なんか終わったんよねそれで。なんかシーイベント来てた。おそばりの皆様、妖怪ウォッチのシリーズの10周年記念者オールスターフェスティバルを開催いたします。あ、なんか前後半に分かれてんのかな。もしかしてエンマ大王が前半やったかな。よ、待ってました。門芸盛り上がってるずら。なんかウィスパーキモいにゃん。キモいとしっけいなスタイル抜群でしょうが。おほん、では気を取り直しまして、司会は有能羊でおなじみの私ウィスパーが担当いたします。このフェスティバルではいろんな妖怪たちが登場し、さまざまなパフォーマンスを見せてくれますよ。特別衣装で栄養の妖怪たちもいるので、交互期待でウィス。あれか、周年のあのイベントってことやんな。周年やからこのフェスティバルってこと。あ、なるほどね。で、衣装っていうのも多分その周年仕様なんやろな。何周年仕様みたいな、よくあるよね、つしゃげとかで。それは早く見たいずら。そしてこの中で最高のパフォーマーは誰なのか。バトルロイヤル方式で勝負でウィス。素晴らしいパフォーマンスで優勝を勝ち取ってくださいね。ちなみに優勝すると挑戦者が現れることがあります。ぜひ積極的にチャレンジしてみてください。これワクワクするにゃ。最高のパフォーマンスだって楽しみだね。ほう、それではフェスティバルの開催でウィス。ほい、バトルロイヤルに登場する妖怪すべてに勝つと優勝。ほう、優勝すると報酬。はいはいはい、敵が強くなっていく。ギブアップもできる。連続で勝つといいことがある。あー、またあれか、敵を出すとお宝が手に入る。お宝を全部集めるとレア妖怪など入手できる。ほう、他のお宝を他のプレイヤーが横取りしたい。横取り、何それ、奪い合うの。横取りあり、横取りなし。分からん、何これ。どっちがいいのこれ。後で変えれんのかな。横取りなしにしとくか。うん、俺そんなにガチやらへんし。わあ、何これ。ん、これがあれか、新しい10周年のキャラクター。あ、ブチにおるやん。あとは知らん。じゃあガチャ回す。なんかそうやね、あれなんかなんかリツイート報酬がもらえたやろこれ。なんか回そうぜ。ちょっとね、部屋が暑いって早く終わりたいのよ。部屋が暑いんだよ。うん、部屋が暑いて俺もう9時に出なあかんの家でも。もうなんか来てたし、ちょガチャだけ回そうと思って。うん、いや、エラー発生する。マジか。なんで？重いな。Wi-Fi 悪いんかな。このさ、無料でもらえた10連ガシャ。あ、これダメじゃないこれ。あ、ダメやこれ。これ、虹なかなか出えへんねんな。裏でも何回かさ、10連とか回してみたんやけどさ、虹ってなかなか出えへんのよ、マジで。渋い、ほんまに。わぁ、ネタバレ食らってる。ネタバレ食らってる。あ、まだネタバレ食らってる。これ、プリチーか。プリチーのガチャか。プリチーガチャやな。プリチー10連ガチャや。正直何がレアか分からんけど、多分 Z 以上いかな。T ジバニャン G。T ジバニャン G ってなんだ。T も G も。T も G もどっちも持ってるやん。正直ね、多分 Z 以上は、Z 以上じゃないと意味がないような気がする。カラスマテング。あ、こいつ古典妖怪や。でもどれがさ、正直このゲームやってて思うのがさ、どれがさ、妖怪ウォッチの、元ネタからの輸入でさ、どれが新規キャラか分からへんねんな。マジで。これで赤全部。あ、ジバニャンや。怖っ。何このジバニャン。シャドウサイドか。だから怖いんや。怖っ。目決まってるやん、こいつ。なんか10周年、ちょっと残念やな、俺からしたら。俺正直、プニプニのキャラとか全く知らんからさ。今のさ、プニプニやってんのもさ。おぉ、何こいつ。メビナニャン。今のプニプニやってんのもさ、妖怪ウォッチが10周年のイベント、妖怪ウォッチ自体の10周年のイベントがさ、プニプニにしかないのよね、基本的に。あー、預かれるや。そもそもないのよ。だからさ、10周年イベントとしてさ、妖怪ウォッチプニプニやってんだけどさ、なんか前半はエンマ大王でよかったんやけどさ、後半なんかあれやな。全然妖怪ウォッチ感ないな。全員人型やし。あれ、ジバニャンとかウィスパーがよかったな。コマさんとか。なんでその辺にしひんかったんやろ。ちょっとセンスなくない？若干。一応、妖怪ウォッチ10周年の、あ、Z ランクや。一応、妖怪ウォッチ10周年のイベントなんやろ、これって。プニプニ10周年のイベントじゃないやろ。それでなんか、妖怪ウォッチのな、顔のメンツ、それこそさ、冬にゃん。コマさん。ウサピョン。ジバニャン。ウィスパーとか。それこそね、その辺に出してほしかったけどね。まあ、3-4 のメイン妖怪が、かもしれんけど、あいつらが。でも、3-4 のメイン妖怪で絶対、ジバニャンとか、ウィスパーとかの方が、妖怪ウォッチ10周年間するくない。
前半エンマ大王出てきたんやしさ、後半それでもよかったくない？ケイタくんの仲間たちが出てきてもよかったんじゃないかなと思ってんねんけど、まあそんなことはどうでもよくて、じゃあ回しますか。この何が出るかわからんけど、この何がいいんや、この出現率アップってやつがいいんかな。うん、何がこれ、名前なんていうのこれ。エンマはわかるわ、でも多分またなんかちょっとようわからんエンマやろ。エルゼメキアとかさ、ツクヨミ、カイラ、四天同士、あ、四天同士なんかこの前出たな。なこれ全然妖怪落ち感ないんだけど、マジ。しかも3回しか引けんわ。あー、ダメや、これ。これね、最近覚えたんですけどね、なんかウィスパーの顔がね、もうちょい天使っぽくならなね、なんかね、レア出ないんですよね。武者ブレイダー。あ、あれ、妖怪落ち学園や。妖怪落ち学園のキャラクター、SS ランク多いねんな。しかも SS ランクってもうそもそも妖怪ウォッチのそのゲームは最高 S ランクまでやったからさ、 SS ランクから SS ランク以上は基本的に多分あれなんやろな、プニプニから出てきたキャラクターなんやろな、ほぼほぼ。どうなんやろ、それかあのドンドロ覚醒みたいな感じでボスがちょっと強くなった見た目のやつとか、多分基本的なあの元々の妖怪ウォッチのキャラクターで多分 S ランクまでやねんなそっからなんか覚醒だのあーだのこうだのでちょい足しちょい足しで、だんだんなんか同じキャラクターでもちょっとオーラが出て強くなったってやつが SS ランクとかな、 Z に行くんやろな。あー、なんでもこの辺は多分なんかボスなんじゃないかな、妖怪ウォッチ学園とかの。だからボス系のキャラはね、文福ジャガガマそうやったからさ、あの文福ジャガマがさそうやったからさ、 SS ランクで出たから、だからそのボスはボスでもそもそもゲームで全くあの仲間にならなかったあのキャラクターとかは結構 SS ランクであの登場してたから、まあそういう感じなんじゃないかな。だから Z とかはほんまにプニプニ限定のキャラなんじゃないかなって考えたら、ほぼほぼ思われないな、妖怪ウォッチとして機能してないよな妖怪ウォッチとして機能してるんかな、いる？トリプル Z ランクのジバニャンとかいるんかな。もう妖怪ウォッチじゃなくない、もう全人型やったし、これ全部さ金やしさ、Z ランク出へんのかな。一生ごめん、何こいつ一旦ごめんじゃない、一生ごめんや、謝り倒してもない。ここ、あーなんかかぶった、こんなやつおったっけ俺。これ爆死ってやつじゃん、なんか出てきた。あーこれすげえ、これあれや、え、金でも出てくんや、これトリプル Z ランク、あれん、これなんかさっき書いてあったやつじゃない、これエンマってどいつやったっけ、エンマって一番上やったっけ、一番上っていうか、ん、一番上って1体しかおらんやったっけ、あごめん全然ちゃんと見なかったでもエンマは嬉しい、エンマは知ってるからさ、まあ俺あのバスターズまでしかやってないから、まだバスターズのエンマしか知らないけど、だからバスターズのエンマしか知らんから、こいつちょっと全然顔の色とか髪の色とか全然ちゃうねんけど、俺の知ってるエンマじゃ全然ちゃうねんけど、え、金でも出てくんやん。じゃあさ、なんか、あ、虹出へんかった、爆死かと思ったけど、あ、ほら、一番上の ZZ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 Z
金でも出てくるんじゃない。あ、じゃあそれやったら結構良くない。はい。これでも臭いな。でもうわ臭いな。うわ臭いや。やば。こういうまだ俺にも分かるキャラがいる。鬼雲。あ、これはあれ確かバスターズのキャラじゃなかったっけ。鬼雲と鬼大釜みたいなやつおったよな、バスターズに。これ先バレしてるから2体分かってんねんけど多分。あー、じゃあこれ2体ともあれや。先バレしてたキャラちゃん。先バレ仕様いらんねんけどこれ。先バレ仕様、あれ違う、グスタフ違うわ、全然違う。あれ違うわ、あれ先バレ、あれいつ取ったんや。じゃああの先バレ今回のじゃないんか。破壊っていつか、いつ取ってたこれ破壊。あ、こいつ狂乱の花子さん。花子さん妖怪落ち学園でこんな話になってんの。呪いの日記帳持ってた、あの花子さんが。いかつくなってますね花子さん。ババアなってますやん、マジでマジババアなってるやん。よっしゃ、これラストや。3回引けるようになったんか、なんか配布で。ありがたいね、30連は。さあラスト、なんかいいの出る、こい。おお、これが確か一番いいね。20くらい。おお、すごい。2個も来た。
これはじゃあほぼ当たり確定なんじゃない？なにこれ、うわすっげえブルコンスライムみたいな、しかも顔もやる気ないこいつ顔もやる気ない、なんか青色のやつ来た。これダブんのがちょっと若干だれ、もしエンマダブったらちょっと若干だれ。なこれヨップくん、わからんな、あれやな、あいつ名前忘れた、ネオや、アンダーテイル出てくる、でてて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 似てる。なんかなんかこいつ身長ちっさなんかそんな無理やりそんな無理やり人型にせんでええやん、そんな無理やり人型にせんでよくないなあこれそんな人無理やり人型せんでいいやん。あれやな、ボーカロイドのカイト似てんな。おすげえ、ヤマトボケる、あこいつ好きわこいつ絶対スリーとかで出てきそう、若干これネタバレなように気する。これは絶対このね名前がね、もうねプニプニの名前じゃない、もうなんていうの、ヨーカウォッチ側のあの人間、うん、これはヨーカウォッチ側の人間の名前してる、うん、これプニプリの名前じゃないもん。あ、じゃああと残り2個虹。楽しみにしとくわ俺、ヤマトボケルに会うの。エルゼメキ、あ、こいつさっきのあれやん。確率アップしてたやつや。だからこいつも当たりじゃない？誰やねん。あ、でも、ヨーカウチ学園なんや。あ、ヨーカウチ学園のキャラクターなんや。あ、じゃあ結構ヨーカウチ学園では人気あった方なんかな。そしたら結構10周年に、合ってるかもしれんな。プニプニの専用キャラやと思ってた、こいつも。人型のやつ全員それに見えんね。なるほどね、それはいいんじゃない、ヨーカウチ学園は。なんかほんまに10周年って感じする。こんなやつ出てくんじゃん、ヨーカウチ学園もやりたい。あ、食べちゃった。どれや、こいつとこいつか。どうしよう、あ、もうジバニャいらんや。だから、あ、でさあ、ってことさ、今回もさ、ジバニャいらんねんけど、ちょっとミスった。まあいいや、今回もさ、もしかしてさ、ジバニャみたいなさ、課金の、あ、いるね、これ買います。来た、聴覚性ブチじゃん。これあれか、またあれじゃん、おはじき特攻もらえるじゃん。これでもらえへんかったら俺、普通に歌えるけどいや、でも絶対にもらえる。この前もね、ジバニャンのおかげでね、あ、なんてか俺なんでブチニャンやろうなと思ったら、これあれや、バスターズのあの会場と一緒や。ブチニャンがさ、赤白の対戦やってた時の、赤猫団と白塗り隊のやつ、その時の会場と一緒や。だからブチニャンなんや。なるほどね、そこで10周年のイベントをやってんや、みんなで。なるほどなるほど、理解した。多分特攻あるよな、さすがに。これ特攻なかったら、おはじき嫌いなんよ、あれ苦手、マジで。難しくない？なんかさ、まちまちないよね、おはじきがさ、その弾けるとき、うまく弾けるときと弾けへんとき。だからね、あんまね苦手なんですけどね。まあでも今回特攻が2体3体ブチに合わせて3体なんで、もしかしたらおはじきレベル10までいけるかもしれない。多分今回もなんかさ、あるんやろ。あ、これもうそう、え、嘘やろ、は？え、勝ったんやけど、俺勝ってタイトルに戻されたんやけど。